各国の地方区分面積順の国の地方区分上位50位、人口順の国の地方区分上位50位国の地方区分とは、国の地理的な海区分全般を指し、地理学的な地形や方位によって領域を説明するための地域や行政を執行するために、国家の領土を細分化した行政区画などのことを言う。流域、砂漠、谷のような地理学的また地形学的な特徴を持つ、 領域とは異なり、国の地方区分は事務処理を簡素化するための抽象的な構想である。国の地方区分には行政区画、選挙区、国勢調査エリア、地域開発、タイムゾーンなどによる種類がある。多くの国々に共通の地方区分に行政区画がある。主要な行政区画として、プロビンスや州、県、軍、基礎自治体などがある。 国際標準化機構のウェブサイトによると、国名及びそれに準ずる区域を表現するための地理情報のコードである ISO3166 からにはカントリーサブディビジアンコードであり、そこでは都道府県や州などの主要な国の地方区分を表すためにカントリーサブディビジアンという用語が使用されている。その他の国の地方区分は主に以下のような種類がある。 ありがとうございます。